さあ、えー、それじゃあですね、方言ニュースいってみましょうか。えー、今日の担当は池川文子先生です。よろしくお願いします。ぐす巣よ、中がなびら一時の方言ニュース恩のきやびん中や琉球新報のニュースからお知らせ恩のきやびん孫の伝統文化 方か,から受け知り昔の一い,いのある四万回チナジイカなんで一、ーチ南城市大里古玄倶うて若者の茶がチナフチの祭りなチナフチの行人会うきて活動はじめて国民の方々チムイサミソンディのクトヤイビン安心古玄倶 ふかの農村と犬ぐと若者の茶が町にかいにじてびらん会にしてウイビランなあ四十人の家だし百人甘いのちュノ茶が生き楽なてうぬことにちいて茶がな三だれへ並んでうもみそうじゃるこの作役の方々が中人なみそうちぬくとおる 家事生きらさる若者のチャーン会いろいろな村町林会の参加指かきとお店ん理のことやいび輪ウリン会異例ゆるぐと駆除から上原素直さんなみせいし会長会総て青年会の復活なあ一度立ち上げて わかかさるちら、うさあちむいたてていかなんでいちかいんのちゃうもとみとうみせいたんでのくとやいびんあんしたちちのとかにむようさりるあみふりたぼりんでゆばってあまぐいしみしえるまちりぐとあみしうてごひろうしみしえるえんぶのちいこがたんかい といかかとおみせんデのくとやいびん昼間の仕事おあての後上原さんた湯どくろ公民かのんかいあちまきしいじゃかたからうなれしぼうじゅつなあぼうちかいよのちいくがたうみはまとんでのくとやいびんしが 形受け知事一しだてりわどやるんで一ドーナーからししり六尺棒二次屋にちょいなちょいな一位な地平のあるファイファー棒の持ち方仮名用売りからー用フィサ用まで米きて奈良町見せたんでのくとやいびん。 上原区長さんのハイファーボーや田島のぬ術と変わってカピグイン界アーチ屋内市やいびいくと帽術やかんな棒うどいぬぐといびん若者の茶が村のぬ定な当たらせる伝統芸能と文婚会 見ふらちはじめて、ちかじりといこむるしがた、一平ちむじゅうさいびん、りいちくくるゆしとうみせんりのくとやいびん。ちゅうのほうげんりゅうそそんの伝統文化、しいじゃかたからおきちじ、むかしのいちいのあるしまんかい、ちなじいかなんでいち、なんじょうし 大里古元孔う若者の茶がちなふしの町に行人会に来てハイファーボーンでよる坊主の地域型始め活動はじみとんでぬくと安心青年会の若者の茶やシー死ー方からうなれさがな海浜地域型そうんでぬくとやいびいくと なあ、国民の方々、ちむじょうこおもとみのことにちい琉球新報のニュースからお知らせをなくやびたはい、えー、どうもありがとうございました、えー、今日の担当は、いかりふ先生でした